最近白髪だったり抜け毛で気になる方、もう一度見直していきましょう。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、先ほども冒頭でもお伝えしたんですけど、白髪と抜け毛についてまた詳しく紹介していきたいと思います。やっぱりね、お客様とかでも最近結構ね、また最近増えてきた、抜け毛が増えてきたとか、白髪が増えてきたっていう方も結構いらっしゃったので、YouTube でね、またちょっと紹介させていただければなと思って、今日は撮っていきます。で、まず、3つの原因があるかなと思うので、それを紹介していきたいと思うんですけど、まずは、季節の変わり目っていうのが、やっぱりよく言われると思うんですよね。秋が一番抜けますよとかって言われると思うんですけど。で、もう2つ目っていうのは、やっぱりシャンプーだったりとか、いつものヘアケアが合ってない。っていうのが、あると思います。で、最後の3つ目っていうのが、ストレスだったりとか食生活ですよね。そういうのが結構原因になるかなと思うので、この3つが、一番重要になってくるかなと思うので、1つずつ紹介していきたいと思います。はい、ということで、まず1つ目の、季節の変わり目、先ほどもちょっと簡単には伝えたんですけど、やっぱ秋っていうのが、一番抜けるっていうのが、やっぱ夏とかの紫外線で頭皮に結構ダメージが起きるっていうのが一番の原因って言われてて、なので、今ね、今3月4月になって春もかなり紫外線が出てくるんですよね。この時の紫外線の予防っていうのもすごく大事になってくるかなと思うので、まずは、紫外線が強い時だったりとかは UV のヘアスプレーを使ったりとかしてね、UV ケアをしていただいたりとか、あとは帽子をかぶるなりとか、いろんな対策があるかなと思うので、外に出かける際はまずそういう UV ケアを徹底してやってください。で、あとやっぱりね、 UV ケアをしながらとか言って帽子をかぶったりとかするとか方も多いんですけど、なるべく通気性がいい帽子だったりとかを選ぶ方がいいかなと思いますので、あんまりね、あんまり通気が良くない帽子だと結構蒸れちゃったりとかしてね、そこで細菌が湧く可能性もあるので、そうするとね、まだ、抜け毛だったりとか白髪が増える原因になる可能性も秘めてますので、できればね、通気性のいい帽子と UV スプレーを活用してください。で、あとエアコン、夏場だったら結構エアコンつける方も結構ほとんどだと思いますし、冬場もね、エアコンつけてた方も結構多いかなと思うんですけど、その時に起こる頭皮の乾燥、こういうこともね、結構ね、良くない、乾燥も結構良くなかったりもするので、それでね、頭皮が乾燥したりすると、油分がね、大量に出てしまって、頭皮トラブルの原因になったりもするので、それもね、抜け毛だったりとかね、白髪の原因になる可能性も結構秘めてますので、まずは UV ケアと乾燥で、あとは、帽子だったりとか蒸れ、まずそれを、気をつけて、やるようにしてください。次に2つ目なんですけど、シャンプーが合ってないっていうことがあると思います。で、よくね、YouTube だったりとかでお伝えさせていただいてるんですけど、例えばですけど、普通のね、通常の、市販ドラッグストアで売ってるシャンプーを使って、いくと、ちょっとね、洗浄力が高かったりもするので、そうすると、かゆみだったりとか、ふけっていうのが結構出てきます。で、頭皮がね、炎症を起こしたりとかする可能性もあったりとか。で、そうなるとね、さっきも言ったような、油分が結構出てきたりとか、あとはね、頭皮が赤くなったりとか、結構してきます。たまにね、美容師さんだったりとかでね、美容室行った時に、頭皮ちょっと赤いですね、とか、ちょっとお疲れですかって結構言われる方が多いかなと思うんですけど、ストレスかシャンプーの原因だと思います、それっていうのは。日焼けももちろんあるんですけど、でも結構大半のやっぱりシャンプー、が原因かなとは思ってるので、なるべくね、市販でね、売ってるね、ちょっと安めのシャンプーっていうよりは、アミノ酸系シャンプー、少しちょっとお値段は張るんですけど、そういったものを使ってあげる方が、頭皮だったりも、頭皮だったりも優しかったりもするので、そういうのを使っていただく。あとは、流し残しっていうのも結構重要なので、シャンプーはしっかり流せたとしても、あとトリートメントをつけて、トリートメントがね、前の動画でもお伝えさせてもらったんですけど、頭皮につく場合があるんですよ。で、トリートメントっていうのは結構ね、髪の毛に吸着して、で、髪の毛に残して補修してくれるっていう効果があるので、それが頭皮についてしまうと、頭皮に吸着してなかなか流しても落ちない可能性がある。そうするとね、頭皮トラブルになる可能性も結構出てきたりもするので、
なるべく、すすぎっていうのをしっかりとやってください。で最後にね、お風呂上がりの時に頭皮が乾燥するだったりとかっていう方は、頭皮のね、トリートメント、まあスカルプケアトリートメントだったりとか頭皮トリートメントっていうのはまだありますので、そういうのをつけていただいてマッサージをしてあげるっていうのが結構重要になってきます。で基本的にまあ言ったら血流が悪くなったりとかすると、抜け毛だったりとか、あと白髪の原因にもなったりもするので、でまあ言ったら首のねところからまあ全部つながってるじゃないですか、血管っていうのは。なのでここだけが、例えば頭皮だけが血流良くてもあんまり意味がないので、なるべくね首のマッサージ、首からね、もう下から言ったらこう心臓の方からまあ血が流れてきたりとかね、栄養素が流れてきたりとかすると思うので、まず首だったりとか全体をほぐしてあげる。で頭皮もマッサージしてあげると全体的にね、血行が良くなったりとか、あとはお風呂にしっかりと浸かるとか、なんかそういったことをしっかりとやってあげるだけでも、髪の毛っていうのはね改善されていくかなと思いますので、まずシャンプーだったりトリートメントのすすぎだったりとか見直しですね、あとはマッサージをしてあげる、で血行を良くする、これが結構重要になってくると思うので、もう一度ね、できてないなっていう方は見直してみてください。あとは最後にストレスです。これってねもう一番重要なんですけど、一番改善方法が難しいということで、多分ねここで悩んでる方も結構多いかなと思うので、まあとにかくストレス溜めるなんていうことは難しいと思うんですよね。なのでなかなかねできないかもしれないんですけど、好きなことをすることが一番かなと個人的には思ってます。よく笑ったりとか、よくね、声を出したり大声を出したりとか、まあ、あとは歌ってみたりとかっていうのは結構重要だったりもするので、本当にね自分がこれって髪の毛と関係あるのかなっていう感じになるんですけど、一番こう気持ちよくなれる、ことをすることが一番重要かなと個人的には思っているので、僕だったりとかはね、まあちょっと大声で、まあ声ちょっと大きかったりもするので、ちょっと大きい声で話したりとか、あとはまあ家帰ってちょっと軽くね口ずさんで歌ってみたりとか、なんかねちょっとこうなんですかね、ちょっとだだっ広い公園に行ったりとかで、少しね気分転換してみたりとかすることも結構僕はストレス解消になっているので、まあそういったことすることだったりとか、あとは食べ物が結構関係してくるかなと思います。でやっぱバランスの取れた食事っていうのがすごく重要になってきたりもするので、ビタミンだったりとかタンパク質、あとはね、まあ亜鉛って言われる、まあ貝類とかに入ってるものですよね。ああいうのだったりとかをねしっかりと取って、バランスを取ってあげるっていうことがすごく重要になってくるかなと思うので、まあ偏ったね食材、食品ね食べ物ばっかり食べてると、まあストレスもねやっぱ溜まりがち、あとはちょっとイライラしがちっていうことも結構ね言われたりもするかなと思いますので、なるべく、バランスの取れた食事で、個人的に一番気をつけてるものに関してはやっぱ色がついてるものを僕食べるようにしてます。例えばね、まあ、お野菜だったら結構色しっかりとついてるじゃないですか。であとフルーツだったりとか、結構フルーツ好きなんでよく食べるんですけど、やっぱそういうのとかを食べるとなんか個人的ですよ、これは別になんかなんか調べたってわけでもないんですけど、色のものを食べるとなんか自分がこう輝いてくるような感じのイメージがあって、例えば揚げ物だったりとかっていうのとかっていうのはね、なんか茶色くなってるものばっかり食べるとなんか自分がなんか暗くなっていくような感じがして、で明るいものを食べるとちょっと明るい雰囲気になったりとか、なんかこういった、なんか自分の中でですけどなんかイメージがあって食べ物の中でっていうので、結構僕の個人的ですけど気をつけてる感じになってるので、なるべくね、まあ、サプリメントだったりとかで、ね、今なんか栄養ドリンクだったりとかいっぱいあるじゃないですか。ああいうのとかをね取り入れつつ、なるべくバランスの取れた食事、なんか色がついたものだったりとか、まあここは色がついたのは個人的な感じなんですけど、を食べてあげるとちょっとね、体っていうのも、ちょっと改善されていくのかなと思いますので、あとは運動も重要になってくるかなと思ってますので、少しねウォーキングをしたりとかストレッチをしたりとかするのも重要になってくるかなと思うので、本当にね抜け毛だったりとか白髪ね、ちょっとこういうのが増えてきたっていうので、まあちょっとネガティブな感じになるんじゃなくて、ちょっとね改善していこうっていうなんかポジティブな気持ちで、やってあげると少し変わってくるかなと思いますので、ぜひよかったら参考にしてみてください。はい、この動画がよかったら
グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。いろいろね、また最近コメントもたくさん書いていただいてありがとうございました。一つずつね、なるべく返していきますので、ぜひまたコメント皆さんください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。